はい、勘九郎です。今ね、起きました。ちょっと電気。でね、今日なんですけど、前回購入してね、開封する動画をアップした、インスタ360のエースプロっていうカメラなんですけど、そのカメラだけでね、Vlog をね、ちょっと今日は撮っていけたらなと思います。はい。じゃあね、早速、ちょっと朝ごはんをね、食べたいなと思います。はい。食べるご飯はね、今日は神田カレーのグランプリのオーフビーフカレーってやつですね。をちょっと食べたいなと思います。で、お米はいつものもち麦ご飯です。はい。で、これをね、ちょっと温めていきたいなと思います。はい。じゃあね、完成したんで、いただいていきたいなと思います。いただきます。うん、美味しい。最近はね、僕ね、もうずっとレトルトカレーばっか食べてますね。うん、レトルトカレー飽きないんだよね。食べ終わりました。ごちそうさまです。はい、ね、服着替えたんで、いつもの公園にでもね、撮影しに行ってみようかなと思います。チャンネル登録よろしくね。はい、着きましたね、いつもの公園。天気もね、今日はすごく良くて、天気いいんですよ。でね、水曜日、平日なんで、空いてるんじゃないかと思います。うん、人いないね。人いないです。少ないです。ちょっとパラパラとね、ランナーの人とか、走ってる人ですね。走ってる人とかはいますけど、観光客も今日は少ない気がするな。全然いない感じがしますね。あ、でも結構いるか。どうだろうね。意外と人はいるけど。だけどね、休日、日曜日とか、土日とかにね、比べたら、全然人はね、少ないです。気持ちいいね。どうしようかな。今日もなんか飲もうかな。ちょっとね、飲み物を飲みたいなと思います。今日もね、紅茶かね、行きます。暑いんだよね、これ。じゃあね、ちょっと公園ぐるっとね、回ってみたいなと思います。気持ちいいね。最近ね、ずっと雨だったんですよ。結構何日も雨が続いてて、それでね、晴れたんで気持ちいいです。素晴らしいね。素晴らしい天気だ。最高ですね。
今ね猫ちゃんがいたところに来たんですけど、やっぱり猫ちゃんいないですね。うん、はい、このね池の外周一周しようかなと思ったんですけど、ぐるっと回ろうと思ったんだけど、向こう行ってもね、まあスタバとかあるんだけどね、スタバでもさっきね紅茶カで飲んじゃったから、ちょっとコーヒーまた飲むのもなんか違うなと思って、それでねこっち島の方にね来ちゃいました。今僕が来てる島の方に来るとショートカットできるんですよね、入り口まで。うん、なんでねちょっとこっち来ちゃいましたね。でね、カメラの話に戻ると、やっぱりねこのインスタ360のエースプロは上にモニターがついてるんで、これねやっぱり自分がねどういう風に撮れてるか確認できるんで、めちゃくちゃいいですね。うん、これはね素晴らしいですよ。うん、今まで GoPro で撮ってた時はね、なんかすごい僕自分がこの下の方にこんな風にさ行っちゃったりとかしてたんで、顔がねもう下の方にこんな風にさなっちゃったりとかしてたんで、うん、でもねこれモニターがあるとちょっとこのモニターばっか見ちゃうんでね、カメラのこのレンズに向かって目をね向けなきゃいけないのに、この上ばっかさ、こっちのモニター上にあるんだけど、この上の方ばっかなんか見ちゃうっていうのはあるかもしれないですね。うん、僕ね、ここ福岡が地元じゃないか、住んでもう何年だ、7年くらいか、7年か8年くらいか、8年くらいだね。うん、福岡はねもう住んで8年くらいになるんで、まあ浮見堂とか別に珍しくないんですけど、まあなんか人がたくさん来たんで帰りたいと思います。やっぱ観光客がいっぱい来るね。うん、観光客がすごい、浮見堂はね人が来るんですよ。もう帰ってきたんだけど、撮れ高どうですかね。あとこれ今すごい逆光になってるんだけど、顔ちゃんと映ってんのかな。これなんかモニターで見る限り顔が真っ黒になってる気がするんだけどね。これ今もろに逆光なんですよ。なんかねこのインスタ360のエースプロって、なんか顔がね逆光で黒くなってんのをなんかちゃんと映すみたいな機能がついてるはずなんだけど、その機能が起動してない気がするんだけど、まあいいか。帰ってきましたね。さてどうしよう。スタバ行ってもいいんだけど、どうしようかな。スタバ行ってもな。でもはい、じゃあね、そろそろ家にね戻りたいなと思います。はいはい、家に戻ってきたんで、インスタ360のエースプロでね撮影した映像をねちょっとパソコンの方に落として、ちょっとどんな感じで撮れてるかチェックしたいなと思います。はい、パソコンに今公園で撮影してきた分の動画パソコンに落としたんで、これからねちょっと編集をしたいんですけど、僕ねちょっとこの部屋でねやってもいいんですけど編集ね、だけど違う場所、マークイズとかね、大きなショッピングモールとかのフードコートとかでねやった方がちょっとこの気分が乗るんでね、そっちにちょっと移動したいと思います。はい、チャンネル登録よろしくね。はい、もうちょっとでねマークイズショッピングモールに着きます。
公園にいたところの編集をねずっと今までやってたんですけど、風切り音がすごい気になりましたね。そよ風程度のね風しか吹いてなかったんですよ、あの公園散歩してた時で。 GoPro で撮ってた時はね、そのそよ風程度だったらその風切り音ってあんまり入ってなかったんで、うん、このカメラねマイクの性能がね弱点かもしれないですね。ちょっとそこがね残念だなと思いましたね。とりあえず今から家帰って動画編集の続きやりたいなと思うんで、じゃあ切ります。はい、帰ってきました。よいしょ。サラダチキンとカフェラテ、砂糖不使用のやつね、を買ってきたんで、ちょっとこれお昼ご飯にしたいなと思います。じゃあサラダチキンいただきます。安定の美味しさですね。サラダチキン美味しいですね。ほんと好きなんだよね。ごちそうさまです。はい、じゃあね、今から動画編集の続きをやっていきたいなと思います。まあそんな感じでね、今日はちょっとこの辺で動画終わろうかなと思います。で、僕なんですけど、普段はですね無職ニートのリアルな日常みたいな動画をたくさんアップしてるのと、あと僕統合失調症なんですね。なんで統合失調症関係の動画もたくさんアップしてるんで、もしよかったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。あとこの動画が良かったと思ったらグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。